こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。そして今日お誕生日の方おめでとうございます。あと土曜日と日曜日生放送来ていただいた方ありがとうございました。ね、いつも急に結構な始めちゃう。日曜日はね、大概やってるんですけど、ごめんなさい、ちょっと髪の毛落としてな。日曜日はね、結構やってるんですけど、土曜日もね、ゲリラでやったにもかかわらず、たくさんの方にね、来ていただいて、もうね、お時間合わせてくださって、ありがとうございます。それでは、今日は、無課金サバカ、芝居の丸、やっていきましょう。はい、今日やっていくのはですね、5月のクエストダンジョンです。しかも、レベル14。レベル14ね、ちょっとね、今日の昼間ちょっと動画撮る時間があって、その時やったんですけど、それ勝てなくて、あれからね、ちょっと、編成をね、改良したりとかしたんで、そちらで挑戦していきたいと思います。それではパーティー紹介します。はい、こちらですね、ウルトナに、もうね、アルバトーレやったっけ？アルバトーレちゃうわ。クランエルブとか、カリンドラゴンとか、もうてんこ盛り、もう強キャラてんこ盛り、ガチパでございますね、もう私の。はい。それではご紹介しましょう。リーダーのウルトナに、スキルチェーン2つ、で、リーダーチェーン体制、で、あとは、回収の武器つけております。で、これ、我が、芝犬丸アカウントの HP タンクこと、覚醒ミニアマテラスでございます。超覚醒スキルプラスに、HP 最上位のやつを3つ、で、ドフラミンゴの武器つけております。で、こちらが、ヒータキーね、使ったことなかったと思うんですけど、はい、グランエルブですね、はい。グランエルブに、消せない解除。で、イノセントメモリアルをつけております。イノセントメモリアルってのは、精霊の、機能サイレアの武器ですね。はい。で、こちらがカリンドラゴンですね。この前、ちょっと2週間ぐらい前かな、生放送で作らせていただいたんですけど、その時、見守ってくださった方、ありがとうございます。はい。昇格性が冬に、上限解放。で、ブレイズバースト。これは、ホノリン、アマリン、モリリン、やったっけ。の武器つけております。はい。で、まあ、スキルを補いつつね、ウルトラの変換色に全色、攻撃参加できるように、非属性変えつつ、まあ、スキルを補いつつ、みたいな感じですね。はい。で、雪の下ですね。雪の下。これ、精霊のやつですね。はい、これも。スキルチェーンマックスに、フラジルオーロラ、闇リーチェ武器つけてますね。はい。まあ、単純にね、バインドとスキブはちょうど1個足りなくて、でも重たいスキブ武器じゃないとあかんくて、っていう感じで、そのブラジルオーロラ、闇リーチェ武器つけてるだけです。もう僕に武器がないだけです、ほんまに。はい。で、こちらがフレンドさんのウルトラですね。はい、スキルチェーン4つ、髪キラー2つ。で、あとは、スタイルチェンジ、これいつも思い出せんねんな、ショーテル武器です。はい。で、バッチは HP プラスですね。それでは、5月のクエストレベル14対戦、よろしくお願いします。お風呂上がりです。はい。ちょっとね、お知らせみたいなことがあるんですけど、Twitter とね、YouTube のコミュニティでは、お知らせさせて、ちょっとあとスキル確認は、オフにさせていただいてます。はい。そこら辺はちょっとお許しください。で、フラジール。雪の下から使おうか、まず。どうしよう。まあ、その方がいいな。経験があってなんぼなんで。で、アマテラス使って、で、グランエルブ使って、といったんやね。オッケーオッケー。そう。で、雪の下先使っとこう。まあ、YouTube のコミュニティ欄と Twitter でお知らせさせていただいたんですけど、もともとちょっと YouTube で、ちょっとお世話になってた、まあ、という感じですかね。はい。まあ、そのね、ところ、まあ、系列の、所属ライバーとして、前々からね、ちょっと前からね、僕のこと、知ってくださってる方は、知って、ご存知かと思うんですけど、ちょっとね、一旦お休み、ちょっとね、体調崩しちゃってお休みさせてもらったんですけど、一応ね、ライブネットバイウームさんっていうところの、所属ライバーとして、この度ね、活動、させていただくことになりました。ライバーとしてね、はい。まあ、ライバーって何ぞやっていう方は、まあ、ちょっとググってください。はい、続きはウェブででございます。はい。ちょっとこれ使っちゃおうか、グランエルブ、一回。
まあそうですね、僕のちょっと体調面と、いろいろ相談させていただいて、はい、ちょっとね、ふわっちというね、アプリでね、配信させていただくことになりました。はい。まあ今日もね、実際ね、撮影時点の今日なんですけど、まあ、視聴者さんもね、来てくださったりしたんで、皆さんもぜひよければ、これいつも活動一覧とかね、言ってるんですけど、そこに僕のプロフィールページに、活動一覧の中に入れとくんで、よろしければね、フォローしていただけると嬉しいです。フォローじゃなくてフォローして、まあ、配信にもね、来てくださると嬉しいです。またね、違ったお客さんとかいらっしゃるんで、ぜひぜひ。ここ火やね、はい。やべ、光の位置確認するの忘れてた。これはかけるか、かけるか。運ゲーでなんぼです、はい。OK。よし。雪の下大丈夫？雪の下 OK？ 雪の下 OK。よし。これワンチャン削れへんかな。はい。まあ、ライバーっていうのは、まあ、ちょっとお話をね、まあ、するみたいな感じなんですけど、はい。まあ、割とね、ゲームとかもなんか、ちょっとね、やっていいみたいな感じで、はい。そんな感じもあるんですけど、まあ、ちょっとね、パズドラがね、ちょっと大人の事情でちょっとできないんで、はい。まあ、なんかね、ちょっとまあ、今後ね、まあ、ゲームとかもね、できたらいいとは思ってるんですけどね。はい、OK。ちょっともう、やめとっか。もうやめとっか。攻撃するのやめとっか。暗闇はあかん。暗闇はあかんて。何消そう。これほんま。これだけで嫌。おい。ちょっと待って、消さないといて。OK、OK、OK。ナイス。え、暗闇来る？はい。そしたら、ウルトラ使っちゃいまーす。火だけ4つ目でないか？火どこある？4つもない？あるわ、あるある。ここが火で、水で火やろ？で、こういうことでしょ？こういうことでしょ？こういうことでしょ？はい、はい、はい。オッケー、オッケー。よし。僕にはね、パズドラの覚醒スキルに暗闇耐性はないんですけど、僕には備わってるんで。何を言うとんねん。このおっさん。オッケー。よし。で、ウルトナ使って、で、アマテラス使いますと。でね、まぁ、あ、雪の下も使っとくか。まあ。で、これね、ついでにウルトナ使うと、どうせまた使えるんで、はい。こんな感じでよろしくお願いします。何がよろしくお願いしますか。ごめんなさいね、ちょっと、実はね、ちょっと、これ動画撮影してる、もう結構遅いんですわ。もうね、0時半ぐらい。はい。ちょっともう早寝ないとね、もう明日もね、お客さん来られるということでね、はい、ちょっとお仕事の都合上。はい。ちょ、ほんまにね、ちょっと一発でクリアしたいところなんですけども、アマテラス使っといてよかった。まあ、ここら辺からね、もうガブガブアホみたいに痛いんで。はい、はい、はい、はい。よいしょ。よいしょ、オッケー、オッケー。ナイス。これ何やったっけ？消せないやったっけ？消せないは大丈夫なんですよね。オッケー、オッケー。光が消せない。光が消せない。じゃあ、ウルトラ使おうか。次ダメ級やったっけ？ダメージ吸収やったっけ？ね、いや、グランエルブ、回復できるかな？ちょっとね、こう、残しといたら結構うざいんですよ。ちょっと短期決戦でいきます。短期決戦でいきます。早期決戦って言って持ってたな、今。ダサいな。ちょっと待って。落ちてくるんか？おお、超繋げてしまったで。
光の超つなげし決まってもったけど。いや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 、マジか。マジかマジかマジか、アマテラスが火力ソースになりやがった。よし、じゃあカリンドラゴン使いましょう。で、ウルトラ使って。はい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 、よいしょよいしょ、イエス、よし、はい、次、雪の下チェック、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、あと一旦たまるね。ああ、そんなことしちゃうんだ。指は大丈夫大丈夫、でもこれ三つ石ぐらいにしていたらちょっとぐらい削れるんじゃないとか言って、めちゃくちゃ慎重にパズルする、ひよってますね僕ほんま。ああ、マイキーに怒られるわ。何やったっけ、パーのダチ、なんで忘れたの。ちょっとアニメ覚えてないんでね、本当に僕アニメ派なんでね、結構最近。よし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 、僕東京卍会入れへんわほんま。いやー爆弾、暗闇は鑑定しかも。あー、ちょっと待って、これ暗闇ね僕見えないんですよねほんまに。見えてるかな、これめっちゃね、いやほんまにこれ僕ね、これでね色弱なんかなと思って、ちょっと調べたんですよ、もう割とちゃんとしたところの、その、ネット系列の、その本当に、めちゃくちゃその秒数と、秒単位で、測られるような、とこなんですけど、これで、まぁ、ウルトラ爆弾消してくれへんかな。ナイス、よし、これグランエルブ行こう。そしたらね、なんと、なんとなんと、あなたのこの、何やろ、色相感覚というか、その、目のその判断能力は、もう、パイロット級ですと。パイロット並みに、いろいろもう、処理してますと。その、映像として。いや、僕、ガノタなんでね、どうしてもね、やっぱガンダムのパイロットになりたかったなって、それやったら、思いますね。何を言うとね、ほんま。深夜テンションですわ、完全に。でも勝てんかったらね、このおしゃべり全部ボツやからね。別に僕平気でもう助けるさ。よし、無効感でついててもまあ多少ねいけるんちゃうかな、いけるんちゃうかな。全然ゴンゴン、全然ゴンゴン、こいつは爆弾かいな。いやー、でもまあまあロックしてくれてるだけね、マシですね。爆弾をロックしてくれてるだけ。はいはい、よしよしよし、はい、よしよしよし、ですね、これあれか、アマテラス、あと一旦溜まるか、ちょっと一発ジャブ入れようか。で、ウルトラが消してくれること。3つ残して、攻めて、残して。イエス！で、ちょっとグランエルブも上限解放しといて、冬持ってるんでね。はい。はい。はい。よし。よし。よし、よし、光の音も来た。よし、グランエルベさん、いい削りや。まあ、高いなぁ。ちょっときついなぁ。これ、単発狂とかしてこないかな。ユリシャって単発狂してくるやったっけ、ほんま。情報を求むよ。情報を求むやで。はい。OK。
雪の下帰ってきた。おー、ちょっとそんな爆弾の量ちょっと聞いてん。次あれでしょ、まあグランエルブも上がってくるから、まあ一応回復しとくか。んーで、はい、はい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 、あ、いや、こうしとこうか。三つ消しだけやったら、ちょっとええ感じに削ってくれへんかな。今後言わん、あ、そういう時に限って、押してくんね。いや、これだけのために五感と使うのもったいないけどな、ほんま。使わなしゃあないな。はい。で、ウルトナ使って、頼む頼む、もう、ちょっとタンブリ。あー、もうこれが、これが嫌やってんよ、ほんま。これが嫌やってんよ、もう。まあまあまあ、グランエルブ使っとこう。これが嫌やからさ。これ、むずいんよね、僕にからしたら。アイスパズルやんけ。アイスパズルやんけ。よし。オッケー。ちょっと誰か L 字持ってたっけこれ。L 字持ってたっけ。いや、見えへん。見にくい今。よしよしよし。で、ウルトラ使って、で、アマテラス使って、解除して、で、ウルトラ使って、よしよしよし。で、もう毒はね、もう、無視、無視。毒は無視。消えてんよな、消えてんな、消えてんな、はい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 、よしよしよし、よいしょ、オーケー。なあ、またキャッ、いやまたキャッ、いやでも、でも爆弾はこれ、爆弾これ小さいから全然耐えれるから、いやでも危険やな、危険やな、ちょっとちゃんとコンパクトに行こうか、コンパクトに行こう、コンパクトに行こう。全部消してくれた。全部消してくれた。ありがとう。ありがとう。それありがとう。で、グランエルブも限界突破、サバイバーして。はい。いや、なんで火持ったよ、もう、ほんま。ああ、闇もいけたな。闇もいけたな。闇もいけた。グランエルブ、攻撃3。よし!ナイス!よしよしよし。これあれですね。ウルトラがちょっと上限解放されてた程度では全然ダメでしたね。オッケーオッケーオッケー。ここでちょっともう油断せずに、油断せずに行こう。はい、何持ってる僕。お邪魔ね。お邪魔、お邪魔ね。お邪魔であってね。オッケーオッケー。さすがにね、ここから発狂とかないと思うんで。で、カーリンドラゴンが、オッケー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 。次で決めれる。はず。この数の爆弾でね、コンスタントに来てくれたんやけどね、ほんま。よーし。はい。よーし。よし、ナイス!その数の爆弾は偉い。偉いぞ。で、カリンドラゴン。で、グランエルブ。で、こっちのね、あの、ウルトラの方が神キラついてるんで、攻めるのに持ってこいなんですよ。だから、なんで火持ったんや。確かに、パズルはしやすかったけど。はい、はい、はい、はい。よし、これで、もう、行って、よし!とりあえず14クリアやね。はい、いやー、クリアできましたね。いや、僕のもうほんまに、モテるなんか最新キャラばっか詰め込んだんやけど、案外いけたらほんまお邪魔体体勢なんも積んでへんのちゃうかな。ちょっと体勢見てみよう。はい、なんとテープと、体勢テープだけ、はい、テープだけの体勢でいけました。まあ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 、まあ、ここら辺もね、しっかりしっかり気をつけていけばね、なんとかなるんで、はい、皆さんもぜひね挑戦してくだされください。まあ、はい、一周受け取りました。はい、もしね、この動画が良かったよって方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価押していただけると励みになりますし、僕もね、モチベーションの
上がるアプリもつながるのでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この石使ってね、まあおかわり式神使いとあやかしフェスでアグリゲート狙い撃ちたいと思うんで、そのそちらも楽しみにお待ちください。あとね、その活動一覧にあの概要欄の活動一覧のところにそのふわっちのそのリンクとかも入れておきますんで、そちらもぜひぜひフォローもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。